お寿司だらけで、びっくり。いくらでも参加してね。お寿司クイズ。こんにちは、マグロです。みんな毎日お寿司食べてる？毎日は食べてないって。あらら、そんなみんなにもっとお寿司が好きになれるお寿司クイズを出しちゃうよ。最後までできた子にはプレゼントもあるから、張り切って参加してね。準備はいいかな？最初は名前当てゲーム。このお寿司の名前わかるかな？いくら。当たったかな？こんな風に写真を見てわかったら、お寿司の名前を答えてね。それではスタート。お寿司の名前言ってみよう。エビ。お寿司の名前言ってみよう。卵。お寿司の名前言ってみよう。カッパ巻き。お寿司の名前言ってみよう。納豆巻き。お寿司の名前言ってみよう。タコ。お寿司の名前言ってみよう。ウニ。お寿司の名前言ってみよう。サーモン。お寿司の名前言ってみよう。アナゴ。お寿司の名前言ってみよう。マグロ。全部わかった？もう一回いくよ。お寿司の名前言ってみよう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 。少し早くなるよ。お寿司の名前言ってみよう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 。はーい、ここまで全部言えた。マグロは楽勝だったよ。じゃあ次のクイズ行ってみよう。じゃあ次はこの絵をよーく見てね。四角いところが空いているね。空いているところにぴったり当てはまる絵を下の3つの中から1つ見つけてね。いいかな？ではスタート。はい、ここまで。答えはこれ。もう一問。四角の空いたところにぴったり当てはまる絵を1つ見つけてね。スタート。
ここまで。答えはこれ。みんなできたかな？じゃあ次はちょっと難しいよ。マグロも大好きな手巻き寿司。四角の空いたところにぴったり当てはまる絵を一つ見つけてね。スタート。ヒント、海苔と酢飯の場所がポイントだよ。はい、ここまで。できたかな？答えはこれでした。じゃあいよいよ次は最後の問題。まずこの絵をよーく見てね。5、4、3、2、1。はい、終わり。じゃあこの絵と下の絵を比べて違うところを5つ見つけてね。スタート。端の方からじっくり見てね。ヒントは寿司桶の中、お寿司の数、お寿司の種類、お皿、あと大ヒント、寿司職人さんの頭に注目。はい、ここまで。全部見つけられた君はお寿司マスター。これでお寿司クイズは終わりだよ。楽しかった？こんな楽しい問題がいっぱいのお寿司ドリルが全国書店で発売中。これはもうお寿司しかないね。最後まで見てくれてありがとう。お礼に抽選で10名に素敵なメダルをあげちゃうよ。応募キーワードはこちら。じゃあこれからもお寿司をいっぱい食べて大きくなる。